ここから8番古田、9番ピッチャーの鈴木と続いていきます。2点差はまだワンチャンスでいけますよね。まだまだ3回ありますからね。ですからこの回が一つの山ですね。ポイントですね、はい、ですからここをどういうふうに野村監督が持っていくのか、はい、2点差を追いかけるヤクルトにとってこの7回の裏ノーアウトのランナーが出ました。非常に大きなこの試合のポイントになるイニングを迎えています。マスクの方は置いといてバッターとしてはなかなかね、本当に勝負強くて、もう絶好調じゃない。成長がもうすごいですからね、そして案外今年はね、ベンチの思惑はいかに。レフトライヒット、ヤクルト連打、ノーアウト二塁一塁。鈴木平に代えてピンチヒッター戸増のマウンド上はまだ内野の円陣ができてます。ここまで8本のヒットを許しながらよく投げてきた野田ですが、ここは続投のようです。そしてヤクルトピンチヒッターは戸増の、同点のランナーが出ています。